こんにちは、Bレジェンドの辻元です。今日は勘違いしがちな筋肥大の間違った知識トップ3についてお話しさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE では得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日はですね、分かってても、ついつい勘違いしてしまう筋肥大の知識っていうところで、私がですね、個人的に考えるトップ3をお話しさせていただきたいと思います。もう早速ですけれどもいきたいと思います。まず第3位なんですけど、筋肉痛が来ないと筋肥大しないっていうところなんですけれども、まだ筋肉痛が来ないと筋肥大しないと思いがちというところなんですけれども、実際私自身もですね、普段筋トレをする中で筋肉痛が来ると、なんかいいトレーニングができた、筋肉痛がないと、ちょっとトレーニングがいまいちだったのかなみたいな形で、不安になることもあるんですけれども、結論から言うと、この筋肉痛と筋肥大は関連性がないとされています。ですので、筋肉痛が来るからいいとか、来ないから悪いとか、そういうことはないですけれども、やっぱり筋肉痛って、筋トレする上では、なんか欲してしまうという、これは筋トレされてる方あるあるかもしれないんですけれども、実際にですね、この筋肉痛っていうのはまだ、メカニズム的にははっきりと分かってないっていうのが、現状のようで、よくある、遅れてくる筋肉痛ですね、1日2日後とかに、来る自発性筋肉痛と言われる筋肉痛なんですけれども、筋トレ後12時間から72時間ぐらいで発生する筋肉痛ですよね。これがやっぱりトレーニングした後に痛いと、筋トレしたんだなっていう気持ちにはなると思うんですけれども、筋肉痛が起こりやすい状況っていうのは、ある程度分かっていて、これは久しぶりにする、トレーニングだったり動作だったりとか、あと初めてやる、種目とか、その他は、ネガティブ動作ですね、筋肉伸ばされるような動きや、引っ張られるストレッチされるような、動きで筋肉痛は起こりやすいとされています。この筋肉痛に関しては、私自身はですね、一応この筋肉痛が起こるか起こらないかはトレーニングの内容を見直す、一つの指標にしてもいいとは思っています。これはですね、慣れてくれば筋肉痛っていうのは起こりにくくなってくるわけなんですけれども、筋肉痛が来ない時に、実際のトレーニングの、強度だったり、正しいフォーム、正しい可動域できっちり行えてるかどうかっていうのは、確認した上で、これがしっかり行えていて筋肉痛が、発生しないのであれば、特にそれは問題ないのかなと思うんですけれども、普段よりですね、可動域が狭かったなとか、重量ちょっと持てるのに、重量がちょっと軽かったなとか、そういう場合は、しっかりとですね、強度を設定し直す一つのきっかけにしていただければなと思います。で、特にですね、筋肉痛が1日2日っていうのは通常かなと思うんですけれども、3、4日続くようであれば、個人的には軽い肉離れぐらいでちょっと危険かなと思います。で、これが5日とか1週間とかやっぱ続くようでしたら、もう炎症、怪我に近い形なので、強度とかを見直していただく必要があるのかなと思います。これはやはりですね、怪我の原因になったりしますので、やっぱり筋肉痛を出したいので無理な強度とか、可動域で筋トレをしてしまいがちなんですけれども、筋肉痛っていうのは筋肥大とやっぱり関係性はないので、やっぱり怪我しないっていうところを最優先に考えていただいて、筋トレしていただければと思っています。第2位がマックスが弱いと筋肥大しないということなんですけれども、マックスとは、1回上げれる重量のことを指すんですけれども、これはですね、私もトレーニングし始めの時って、マックスってすごくこだわったりしてました。ベンチプレス何キロ上がるかっていうところを、こだわったりしてました。でも目的は筋肥大なんですけれども、マックス何キロ上げれるかっていう筋力のトレーニングと筋肥大、筋肉を大きくするトレーニングっていうのは、全く別物
になります。トレーニング方法っていうのは違います。ただしマックスが強い、マックス重たいものを持ち上げれるっていうことは、まあ、必然的に筋肉量も多いので、まあ、筋肥大は起こるんですけれども、これがマックスが弱いからといって筋肥大しないっていうことにはなりません。まあ、少し分かりやすく言うとですね、パワーリフティングのような競技で、まあ、ベンチプレス一つにしても、まあ、パワーリフティングなどの競技は、まあ、いかにその、重さを、まあ、効率的に上げるかっていうところが、まあ、一つポイントになってくるので、使う筋肉は、まあ、大胸筋、胸なんですけれども、肩や腕、背中、お腹、足、まあ、全身で重りを受けて、持ち上げる、まあ、このテクニックが必要になってきます。まあ、その一方で筋肥大のトレーニング、まあ、ボディービルダー、まあ、ボディメイクのトレーニングなんですけれども、これはまあ狙った筋肉、ベンチプレスだったらまあ大胸筋を、その重さを全てやっぱりできるだけ大胸筋にまあ乗せて、まあ、トレーニングを行うことで、まあ、効率的に、狙った筋肉が発達していく、成長していくっていうことにつながるので、こういった点からもですね、まあ、マックスが強い、まあ、弱いと筋肥大するしないっていうのは必ずしもイコールじゃないっていうところになります。最後第1位、追い込まないと筋肥大しないっていうことなんですけれども、これはですね、まあ、最近お客様からも、まあ、いただいたんですけど、まあ、ジムに通われているお客様で、周りでトレーニングされている方が、まあ、合同のトレーニングで非常にですね追い込んでトレーニングをしているのを、まあ、見られたようで、やっぱりこう筋肉を大きくしていくためには、まあ、あくまで追い込まないとダメなんですよねというふうな、まあ、ちょっと質問というかをいただいたんですけれども、まあ、それは、まあ、決して追い込むから筋肥大するかっていうのはここは関係ないので、これもよくあることなので今回1位させていただいたんですけれども、よくね追い込むトレーニング、追い込まないトレーニングっていう風な形で話されている動画とかも見るんですけれども、まあ、仮に追い込むっていう定義は、まあ、自力で、持ち上げられない、まあ、潰れてしまうまでトレーニングする、ないしは自力で上がらないのに、まあ、補助をつけてもらって他の力で上げるっていう風な、まあ、トレーニングなんですけれども、もちろんですねこの、まあ、追い込むことによって得られる効果っていうのもあるとは思うんですけれども、まあ、一番危険なのは自分と違う方のトレーニングをそのまま、まあ、真似てしまうっていうことは、まあ、危険かと思います。これはやはりそもそもの筋肉量とか、関節の強さとか、まあ、年齢とかっていうところも、まあ、違ってきますので、まあ、同じようにね追い込んでしまうと怪我をしてしまったり、まあ、リスクが高くなったり、するので、他の人を真似て筋トレを行うっていうのは、まあ、危険かと思います。あとですね、まあ、追い込むトレーニングの、まあ、デメリットに関してはですね、1セットで、まあ、限界までやっぱり追い込んでしまうと神経的な疲労っていうのも非常に大きいので、回復に、まあ、時間がかかるというところで、同じ時間であれば、まあ、回復に時間がかかって、まあ、仮に2セット3セット同じ重量で行う際にですね、2セット目3セット目っていうのが疲労しすぎて全然上がらないという状況になると、まあ、こうなってくると筋肥大に必要なトレーニングボリュームっていうのは稼げなくなってしまうので、まあ、結果的に筋肥大の効率を悪くしてしまうというケースも考えられます。まあ、ですのでですね、追い込まない方がいいっていうことではないんですけれども、まあ、私自身は、まあ、ある程度ね追い込むっていうところも必要だと、まあ、考えますので、トレーニングのボリュームを、まあ、しっかり稼ぐという上では、まあ、コンパウンド種目に関しては最初のねセットに関してはですね、ある程度重たい重りを扱えるので、まあ、しっかりセット数をこなしていって、ボリュームを上げながら、まあ、最後のセットぐらいで、まあ、潰れるですね限界ぐらいまで持ち上げる、まあ、そういった追い込み方は、まあ、いいのかなと思います。あとは、まあ、アイソレート種目とかでもですね、比較的軽い重りで行う種目に関してもある程度ね限界まで、追い込んでもいいのかなというふうには感じます。まあ、ですので、まあ、追い込む追い込まないっていうとこよりはトレーニングの総重量、まあ、ボリュームを伸ばしていくっていう観点から、
効率よくトレーニングを行っていただくっていうことが重要になりますので、このね今回お話しさせていただいた3つ、まあ、筋肉痛とやっぱりこうマックスが何キロ上がるかっていうのと追い込む追い込まないっていうところですね。これってどうしても筋トレをしている皆さんでしたらやってしまいがちなところ、分かっててもそこを求めてしまったりとかっていうことはあると思うんですけれども、効率よくですね筋肥大するためにはそういった意識っていうのは、あ、そうじゃないんだなっていうふうに一回ですね振り返っていただいて、トレーニングを見直していただくきっかけになればなと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでも新商品セール情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。